こんにちは、正規アイドルとどろきちゃんです。お願いします。猫の匂い。今日はですね、ずっと使ってみたかったグッズがあって、結構みんなが一時期使ってて気になってたやつなんですけど、この鼻プチとなんか鼻を高くするクリップみたいなやつ、この鼻を作るのにちょっともう、本当に嫌、愛情でも許せないことがある。ちょこっとだけね、ごめんね。はい、特にいていいからね。私美容整形結構してるんですけど、結構顔の中でもお金かけてる部位があって、それが鼻なんですよ。で、あ、なに？すごい可愛い。どうした？この鼻に200万円ちょっとかかってます。元々の鼻がすっごい高さがないタイプで、もう本当に柔らかくペチャッとした丸い鼻だったんですけど、一回も鼻整形失敗してて、その時の写真がこちらで、結構ね、鼻筋が曲がっちゃってて、それをね、再手術してこの鼻になってて、この肋軟骨、あばらの柔らかい骨と耳の軟骨を移植してきて、さらにプロテージも入れてっていうフルカスタムもしてるんですよ。で、このね、さっき言ったグッズが鼻を美しくするアイテムなんですよ。だからこれとこの200万円の整形済みの鼻を組み合わせたらめちゃめちゃ綺麗な鼻になるんじゃないかと思って、今日はね、それを検証していきたいと思います。鼻大改造計画というわけで、この鼻クリップね、これ9点で買いました。こんな感じの、なんかここで多分圧かけるのかな、こう挟むんだけど、これ多分整形してる人ね、あんまやっちゃいけないと思う。本当に絶対やっちゃいけないと思うんだけど、私小鼻いじってないから多分いける。いきます。これで圧をかけるんじゃない、あの韓国アイドルさんのような、多分こうツンとした鼻になるんじゃないかなって思います。黒柳徹子です。ちなみに今の時間0時4分、何をしてるのでしょうか。私はやばい、溺れそう。これ何分くらい置けばいいのかしらね。ちょっと鼻の穴なくなっちゃってるんだけど、これ人間の鼻がみんなこんくらい閉じてたら鼻毛の処理しなくていいな。でも結構これね、周りでも使ってる子多くて、メイクの前に使ってたりとかすんだよね。効果あるのかわかんない、正直。1日30分 !30 分も？しかもなんかもうちょっとこうやって使うらしいわ。あ、これ目代わり対象だ。わ、ミスった。30% オフになってるわ。こんな感じになるらしいんですよ、これ。これ、こっからこっちになるんだって、ツーって。本当か？もう基本的にね、私ぶっちゃけこういうものは信じてないんですよ。まあ、信じてたら整形しないからさ。アイプチとかも私たちの時代って結構怪しいグッズみたいなのが出てたの。これ使い続けてたら二重になりますよみたいな。で、私本当に最初は整形せずに、やっぱり痛い思いせずに二重になりたかったから、そういうものめちゃめちゃ買い漁ったのね。微塵もならない。なる人はいると思うんだよ。いると思うんだけど、そういう人ってもともとまぶたが薄かったりとか、家系の中に二重の人がいたりとか、そういうなる素質がある人だと思ってて。だからもう基本的にね、こういうものは信じてません。さ、アイプチ、あ、でもなんかシュッとしてる気がすんの。なんか前もさ、何年か前の動画でも話したんだけど、なんかこんな感じでさ、なんかこれ、あの、9点でこれも買った、鼻毛カッターなんだけど、こんな感じの形で、こう、まぶたを、なんかこう、もにゅ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 って、揉んで、それをこうやってまた何十分とかやるのよ、まぶたを、こうマッサージして。それをすると、なんかその、もにゅもにゅの、この、もにゅで、二重の線がついて、一生ものの二重が手に入れられます、みたいな。それ結構流行ったの。本当に雑誌の、後ろの方とかに広告がついてたりして、それ1万円とかしたわね。本当にモニモニしてるだけで何にもならない。本当に騙されたって思ったけど、あれでもなる人はいるんだろうけどさ、本当にね、期待を持たせないでほしかったね。やっぱ期待すればするほど失うものもでかいから。そしたらちょっとこちらの紹介をしましょうか。まずこれ鼻プチっていうやつで、鼻の中に入れるやつ、バレずに理想の鼻筋、鼻の形を即ゲットって書いてある。でもこれもさ、整形した鼻に入れるって結構怖いことだと思うから、危険を感じたらやめます。いろんな YouTuber さんの動画とかを見てたんですけど、入れるのが難しいらしくて、しかもね、私これ9点で似たようなめっちゃ安いやつ買ったんですけど、ちっちゃすぎてさ、なくしちゃったんだよね。買い直したのよ。じゃあちょっとこれ外しますね。もうちょっとだいぶつけたからシュッとした感じはすんだけど、これ多分ファンデーションが取れてシェーディング効果だよね。どうですか？鼻シュッとしてます？そしたらつけていきます。これ本当に、本当に自己責任だよ。XS サイズと S サイズと M サイズがあるみたいなんで、XS を探そう。これ全部同じ大きさに見えんだけど、全部同じ大きさに見えんだけど、私には。本当に？あ、でも、ちょっとちっちゃく書いてあるわ。なんかもう私顔どころか目ん玉の中もいじってるからさ、あの ICL っていうレンズ入れる手術とかしてて、ちょっと近く見えにくいんだよね。言ってみたら老眼みたいな。これかしら？これかな？多分これだ。
この2本が XS だ。ストッパーみたいなのがない部分から入れて、鼻先にグッと押し付けて、あ、大丈夫だ。この圧のかかり方は鼻崩れないやつだ。横運動いけないのよ。ふざけても変顔とか言って、イエーイとか言ってやったりとか、あとこっち豚鼻イエーイとかやるのは、本当に緩やかに鼻を殺してる。あ、これいけるわ。ちょっと私、結構度胸あるな。待って。全然違う。え、これ入んなくない？ちょっと、入んなくない？ひじき出てる。これさ、なんか他のさ、YouTuber さんも言ってたんだけど、結構外国人の人向けのサイズ感だから、結構日本人の鼻には入らないっていう説があんのよね。鼻水出てきた。あ、でも鼻水のみたいな潤滑剤があった方が、本当に入んない。これ多分鼻整形してることがあだになってるわ。軟骨動かないもんだって。やめましょう。あ、で、他にもね、ちゃんとね、用意したんですよ。これも確か、9点で買った。こっちに濃いめの、こういうシェーディングで使えるスティックが入ってて、こっちがハイライトとして使える明るい色が入ってるやつ。ちょっと今回はトリックアートにしてみましょう。鼻の最強シェーディング調べてきた。私あんましここ入れないんですよね。でも一般的には入れた方がやっぱ綺麗なシュッとした鼻になるので、こう入れますね。え、人変わった、誰で、ここにも入れるんですよね。人中が短縮され、鼻先も綺麗に見えると。で、ここに入れるんだよね。ここなのよ。ここにハイライトを入れるのよ。細く入れるのよ。これで、こう、ほんとハリウッド女優さんのような、こう、ピューっていう鼻にできるって言ってたんだよ。ネットの人が。あ、いいじゃん。というぐらいハンバーガー？で、これで、もう今は、すごいことになってるけど、ぼかしたら、普通になんのよ、これが。ここが余計だった。ハイライト塗って消して、鼻筋なんか私が想像してたのは、本当にアスカキララ様みたいな本当に綺麗な鼻、もう誰が見ても本当に綺麗よねっていうお人形さんみたいな。ちょっと趣旨変えていいか。あの、もう全部やるわ。私学んだんだよ。というわけで、マータソちゃんの動画を見ましょう。マータソちゃんがずっと前にコンターの動画上げてたんだよね。それのサムネがめっちゃわかりやすかったから、これを参考にしてやるわ。面白い感じにはなってるけど、やり方は間違ってないはずなんだよ。これはもう本当にすこぶる綺麗にやる。これも買ったの。パレット。ハロウィンの時とかに使う、本当に色がめっちゃ出る、フェイスペイントみたいなやつの、これを茶色と、この白が使えそうだなって思ったので、これで本気でやっていきます。この茶色を取って、まずここでしょ？この辺にも塗るのよ。でもなんかこの鼻あんま好きじゃないかも。あ、でもいいのか。おでこをね、ちょっと。私、広いから。で、やっぱここをね、削りたいよね。顔ちっちゃくしたいから、顎、縮めて。え、これ良くない？こうやって見たらもうめっちゃ小顔じゃん。すごい、私このぐらいまで神経というものがなかったらこの辺まで削りたかった。ここに塗ってんだよね。ここに丸く塗ってる。で、ここで多分立体感をつけんだよね。シェーディングする位置はこんな感じかな。で、私の場合は多分ここにちょっと影つけた方がいいんだよね。で、上にハイライト入れれば多分完璧。あ、いい、すごいいい。いや、今すごいいい。で、この代わり、この白を施していく。まずここでしょ？待って、完璧では。上下ここ。あ、ここでしょ？鼻に細くよ。細く入れて、で、口の上には絶対必要だと思うんだよね。で、あとおでこでしょ？完璧じゃない？これをぼかしていきます。フェイスライン結構鍛えたいだな、これ。日常生活だったらやばいけど、正直、加工アプリ使ったらこれでいけるからね。もう次の私、ショートの動画から多分。いきなり顔ギューンって、ちっちゃくなってる可能性あるよ。骨格良くなってるんだけど、何の整形したんですかって言われちゃったりしちゃって。え、実はこれってコントアっていう技術で、私のコントアの技術を教えちゃいます。みたいな動画で、100万再生。みんなが私のコントア動画を見る日が来るかもしれない。骨格はね、整形でも直すの本当に難しいからね。これでいけるんだったらさ、私はこの方法を推奨したいよ、本当に。やっぱ骨切りしたいんですっていう相談の DM とか結構いただくんだけど、
やっぱ整形全般おすすめはできないけど、やっぱひときわおすすめできないよね。おすすめっていうか、もうできるならやらないでほしいってぐらい。で、チークを足そう。前髪下ろして完成。いきますよ、 3、2、1。 どうですか？でもうまくいってるよね。顎とか結構理想通りなんだけど、なんか30歳くらい老けたね。え、でもさ、ここまで骨格変えられるんだって感じしない？ちょっとさ、スノー取ってみよう。ヘイ、整形アイドルたたらきちゃんです。改造したという点では成功してる。可愛くなったかは別として。というわけで、コントワーでここまで変わることができました。皆さんも自分の顔に飽きたら、整形はちょっと怖いし、お金がかかるし、リスクもあるので、こんな感じでやってみてください。バイバーイ。